言葉が見つからんというか、悔しいの、申し訳ない。でもこのやり方何だって、何回も言うけど、このやり方じゃないと高校野球は変わらんよ。お前らは今日頑張ったと思うよ、本当。正直、ね、狙い取ったと思うし、狙いでチームまでなったっていうのは成長したなと思うし、毎日楽しかったし、一人一人よう頑張ったと思うし、このやり方によくついてきたし、悔しい。ほんま言葉見つからん。負けたというよりか、このやり方がいつか必ず主流になるから、その力が足りなかったことが悔しいというか、お前らはほんまに何も気にすることない、俺の力が足りなかったなってほんま思うんで、ただ甲子園を目指しすぎず、もっとスケールが大きくこれからもやりたいと思ってるし、ただお前らは先があるから、野球はこっからの方が面白いから、これで野球嫌いになるなよ、嫌になったらあかんで、野球を。谷岡、はい、悔しかったらお前プロ行けや、はい、みんなも悔しいんやったら上でやり返すしかないだろ、はい、3年生もやり残したことがあるんだったら、野球の借りは野球で返せ、今日は一区切りやけど、野球はここからやで、もう追いつきんのや、こんなとこで、上があるぞ、ほんま、上が、悔しいなと思ったら上でやるんだって、いい、何でしょう、分かった、はい、いい、切り替えようや、やろう、オッケー、はい、胸ってかるや、はい、さらい、行こう、OK。